皆さんこんばんこばは歴史上の主婦綾です、えー、やっと KK さんの身元調査に入るようですが、まあ、政府が、ね、結婚に反対してるっていうことがなんかほぼ明らかになりましたので、えー、進めやすいかなと思っているんですけれども、ね、この5月10日の有識者会議の内容ではもう本当、えー、女,女系天皇女性天皇を推し進めてるような感じですので。 うーんまあ、合致してないんですよね、どうするんでしょうね。で、私、これ、編集あの、間違っちゃって、いろいろ間違って、そして直す時間がないので、もう、<laughs> 朗読していきたいんですけれどもうん、もう文とね、朗読が伴っていないんですけれどもね、もう読んでいきたいと思います。ははいいもう読読んままますす、えー、こちらはですね東京大学教授ののの、えー、常俊先生ととれるのかなの、えーま、とめた 資料になります憲法上の国家制度としての天皇制を前提に、憲法研究者の立場から意見を述べる憲法上の国家制度としての天皇制について検討するにあたっては。 えー、国民主権原理をはじめとする日本国憲法のう全体像と整、えー、合ある制度とあるべきこと主権を有する国民の素意に基づき維持されるよう伝統とともに現在および国今後の日本社会の在り方家族の在り方に対する国民意識を含む両立すべきこと本当そうなんですよねあの皇族がね、助権にしちゃうと国民もね、助権になっちゃうんですよ、まあ、歴史的にそうなんですよ、ね、やっぱりね、皇族をね、基本として国民は、ねい,ろい,ろうん、いろいろというかな。 うん、形成されているものですからねまあ、ヨーロッパとかのね、えー、そういうのもありますけれどもこれはな,など,どういう編集したんでしょうか私は天皇の役割活動についてどう考えるかちょっとこれ飛ばしますね載せちゃったのでもう帰れなくて遠い音があるのでそこからちょっと読んでいきますね。えー、に属するる男家のの子である皇族のみが濃い化粧 資格を有し、えー、女性皇族が婚姻に伴い皇族の身分を離れたとしている現行制度の意義をどのように考えるか、伝統を踏まえたものであり、えー、と,、えー、と答えが伝統を踏まえたものであり、皇位継承順位を明確にし、本人の皇位継承への準備や国民の要求を形成する利,利点を持つ反面、皇位継承者の減少をもたらす制度的要因となっている。いやこれはですね、えー 別に女,女性皇族を履席さ,させたから減ったわけじゃない,ないんですよ側室がないっていうのとなぜかね女性しか生まれてないんですよ今の皇族の方々ですね本当女の子ばっかりですので武田恒康先生でしたっけあの、えー、だ誰かの呪いだみたいなことを言ってね、えー、言われててその女性しか生まれないようにする皇室、まあの滅亡を図るために。 えー、女の子しか生まれないようなね、えー、呪いをかけた人がいるみたいななんか聞いたことあるんですけれどもねあとちょっとこれもうちょっと私定かじゃないんですけれども、えー、と皇族今の、えー、皇族が真言宗ら,らしいんです真言宗って女の子が多いらしいんですよ女系の家族がね多いみたいなんですね。 いやこれ私の記憶だけですので定かじゃないですね、で問い録まで行ったんですね、この画面ではね、問い録、うん、ちょっとね、文と伴ってないんですけども、もうほぼ私のね、感想になります、この有識者会議の。 文を読んで、ですね。で、い4、問い5、えー、高等に男系男子である皇族のみが皇位継承をう資格を言うし、女性皇族は婚姻に伴い皇族の身分を離れてることとする現行制度を、意義をどのように考えるか、ちょっと問い4なんですけれども、今も画面は問い6が、伝統を踏まえたものであり、皇位継承順位を明確にし、本人の皇位継承への準備や国民の欲求を建成する利点を持つ反面、皇位継承者の 数の減少をもたたらす制度的要因ととななって、えー、なってているるる考考える考えるんあこれ読みましたかね、えー、問いご、ね、内心の女王に皇位継承資格を認めることについてはどのように考えるかその場合皇位継承順位はどのように考えるか、えー、憲法第2条の定める世襲は女性を排除するものではなく「なむものではなく」とか言いながら排除してるみたいなことこれ書いてるじゃないですか。 皇、ね、室典範の改正により内親の女王に皇位継承資格を認めることは可能である <laughs> あの前まで内親王だけ認めるってなんかのニュースに書いてあ,あったんですけれども、まあ、本音はそこなんでしょう本当は内親王だけ復活にしてほしいけれども、まあ、おまけみたい、ね、に女王も皇位、うん、継承資格を復活。えー 復活じゃない与えるみたいなね今だかつてないことをやり始め始めようとしていますねあと何分あと三分です <laughs> えですねうんなんかおまけですよねで女,、えー、女王の中でも、えー、今二名結婚されてますよね紀子様と紀、えー、子様と 綾子様が結婚されているので確か現あの皇室典範では一度皇族を離れると、ね、二度と復活はできないんですね。うん、なので、えー、残っている女王様方が皇位継承順位に入るということで、まあ、今の女王様方の子供たちが天皇になる確率もね、えー、とても高,い高くなるわけです。この 秋篠宮家にはあのお子様が3名もいらっしゃいますので,でその中でもやはり、ね、ないろいろな要因により子供ができ結婚しても子供ができなかったりというケースもありますから、まあ、そうなるとあの十分ありうることですよね今のじ、えー、女王様方が子供ができて。 権が移るっていうのは十分ありえますのでと言ってでもですねあの今残ってる、えー、女王様3名はですね、えー、全員35歳以上なんですねであのご結婚する気があるの,あるのかというねあこうちょっと子供があがパ,パンツ変えてほしいとちょっと来ましたので、うん、という、うん、パンツだね、うん、あ分かった変える変える変えるうん。 えー、と、うん、いうことで本当おまけですよね全然考えてないんですよその、まあ、私皇族は人権がありませんので、まあ、そ,そういうことかんかん、うん、考えてあげなくてもいいって言えばあげなくてもいいんですけれどもその女王様3名プラス佳子さまですね佳子さまも、えー、継承権を 天皇,ね、天皇の皇位継承権を、ね、望んでいるのか、まあ、それはね考えなくてもいいんですよあの、皇族は人権がありませんので、で今更、次郎なんですよね、本当にね、その今35歳以上の女王様方にも、まあ、だからはっきり言って、結婚し、あの子供を産んでほしくないとか思ってるんじゃないですかあの、政府の方ですね、政府って言ってますこれ有識者会議ですけれども、政府の方もというか。 あ、本当分かった。<laughs> ちょっと待ってね。えー、の方もですねあ。あ、これで終わりですね。うん、いや <laughs> 難しいですね。はい、ありがとうございました。あのちゃんと明日編集して編集します。よろしくお願いします。